コロナ禍によって飲食業やトラベル業に多大な業績悪化が出ていますが、医療業界の負担も大きいようです。もうやめてもいいかな、コロナ病棟、看護師の悲鳴、退職者は急増、家にも帰れず。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が東京や大阪など10都道府県で延長された。感染者数は減少傾向にあるが、一方で重症者を受け入れる医療現場は未だに逼迫している。終わりが見えない、もう限界です。重症者対応に当たるある大阪市内の女性看護師は取材にそう吐露する。今最前線で何が起きているのかとのことです。私も複数の知り合いの看護師の方からも漏れ聞いていますが、業務に今まで以上の殺菌等の感染対策により業務手順が増えた。手順に従って消毒を繰り返し、手がひび割れアルコールが染みる。退職が出ても補充が来ず、ベテランの負担が大きいといった話を聞きます。行政も人手不足の対策か、看護資格があって医療従事していない者の住所に医療現場に戻りませんかといった趣旨の手紙を送る自治体もあるようです。医療従事とは違うとは思いますが、私も介護をしたことがあります。介護している間はちょっと目を離した隙に大変なことが起こりそうになったりと気が抜けません。こちらが良かれと思ってやろうとしたことも相手の意に反したら抵抗されたりと戸惑うこともしょっちゅうあります。これがいつまで続くのかと、終わりが見えないのもまた辛かったです。医療現場の方は患者の命を預かる使命感で耐えておられると想像します。私が思うのは、過度な負荷に耐えられないなら休暇や退職もやむを得ないんじゃないかなということです。医療現場の皆様におかれましては、ご本人の心身を第一に考えていただけたらと思います。健康くんが急に真面目なことを言っても信じられないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。